皆さんこんにちは、神戸電鉄親善大使のみのりです。今日はどこにやってきているか分かりますか？ここは神戸電鉄すずらん台車庫にやってきています。今日はですね、ヘルメットもしっかりかぶらせていただきまして、車庫の中を見させていただくということで、なんと今日は電車のラッピングしている作業を見させていただけるということなんですよ。ちょっとこれ皆さんレアじゃないですか？今日はご案内していただける方をお願いしています。お願いします。こんにちは、車両課の長谷川です。今日よろしくお願いします。長谷川さん、よろしくお願いします。それでは早速案内していただきたいと思います。お願いします。たのしんチャンネル。私、車庫には、はい、例年トレインフェスティバルで、はい、させてもらってるんですよ。あ、そうですよね。あのトレインフェスティバルとかはよく親善大使の方々によく盛り上げてもらってて、いやいや、こちらこそなんか、はい、ちょっと早めに遊ばせていただいたりとか、いえいえ、はい、楽しくさせてるんですけど、はい、トレインフェスの時と違ってまた作業されてる雰囲気がガラッと変わってて、そうですね、あの普段トレインフェスティバルとかの時は紅白を張っているんですけど、はい、多分初めて職場のところ風景ご覧になられてるかなと思うんですけど、まあ、暑い中とか寒い中でもみんな一生懸命頑張ってくれています。そうですよね、はい、空調とか効かせれる場所じゃないので。そうですね、大変だろうけど、はい、すごい真夏過酷そうです。そうですね、はい。すごい、あ、もう車両が見えてきました。はい、さあ早速ですね、作業をされている車両の前までやってきましたが、今ってどういった作業をされているんでしょうか？はい、電車のボディにですね、ラッピングシートを貼り付けている作業になります。ラッピング、飾り付けているような感じの作業ということですか？そうですね、3000系のですね、はい、復刻塗装のラッピングになります。復 刻、はい、復刻ということは以前あったものということですか？はい、あの今年度はですね、はい、神戸電鉄の開業の95周年と合わせてですね、はい、3000系のデビューの50周年の記念となっております。その記念によって合わせてですね、当時の復刻の塗装のラッピングのデザインにしているというところです。じゃあ50年前に走っていた電車のデザインがまた、はい、50年越しぐらいに見れるということで、はい、すごい。でも新鉄って言ったら赤なんですけど、やっぱり50年前から赤なんですかね？厳密に言えば赤ではなくてサーモンピンクという。サーモンピンクらしいです、はい、みんな見てる方はもう新鉄って赤やんなと思ってたと思うんですけど、これから皆さんサーモンピンクに改めてください、はい、すごい。この作業ってどういった順番で作業とかあるんですか？はい、あの電車のボディはですね、はい、やっぱり時が経つにつれて錆びたとかですね、腐食とかが進んでいくんですけども、そういったところを一旦きれいに、はい、あの仕上げていきます。その後にラッピングシートを貼り付けていくという流れの作業になってます。じゃあなんか元ある車両がまた新しくなって生まれ変わるような形ですよね、はい、実際こうやって削られてる跡とかも今は見えるんですけども、皆さん画面越し見えますかね？レアじゃないですか、貼られる前の綺麗に整えられた車両なかなか見れないんじゃないでしょうか。ちょっと近くに寄って今からもう少し見ていきたいと思います。すごいなんか丁寧に作業がされてるなと思うんですけど、はい、気をつけていることとかってあるんですか？そうですね、やっぱりあの気泡というか、はい、空気が入らないように注意することはもちろんなんですが、はい、実はですね、貼り重ねの部分が、あります。そういった部分をあんまり目立たないところにする、はい、お客様があんまり気にならないところにするっていうのがまず一つするところと、全然気にならないです、はい、ここから見てもあとは雨水とかが入らないように、はい、貼り重ねの順序とかもですね、しっかり考えた上で貼り付け作業をしてくれていただいてます。ただ貼るだけじゃないんですね。そうですね、はい、貼る順番も大事というところ。スマホのフィルム貼って気泡が入らないだけでもすごい気を使うのに、はい、これだけ大きな車体にまず気泡が入らないように貼るっていうのだけでもすごい精神が削られそうな作業ですけど、すごいもう丁寧に今は4人がかりですかね、でやっていただいてますね。すごい。
なんかこのラッピングを再現する、はい、まあ、50年前のものを復刻っていうことで、はい、あのこだわった部分とか大変だった部分とかありますか？はい、あのやっぱりシンプルなデザインだからこそですね、はい、やっぱり色味にはこだわりたいなというふうに思ってました。はい、ただですね、やっぱり50年前の電車ですので、うん、色の情報とかがですね、やっぱりちょっと少なかった。そうなんですか。で、はい、でそこでちょっと困ったんですけど、うん、車両メーカーさんの方にちょっと協力の依頼をお願いしまして、まあ、書庫から当時の資料を出していただきまして、まあ、当時の限りない復刻を再現できたのかなというふうに思ってます。そうですよね、50年前だったらデータというか、はい、もう今みたいにきっちり残してるとも限らないですもんね。はい、やっぱり車両メーカーさんのところにしっかりとしたデータが残ってですね、やっぱりまあ神戸電鉄だけじゃなくて、そういった車両メーカーさんだとか、もちろん施工業者様、はい、皆様のご協力があってこの復刻塗装が、再現できたのかなというふうに思ってます。でも神戸電鉄以外の他のもう関わってる方、皆さんの力でこう今塗り替え新しくなっていってるわけですね、車両が。はい、そうですね、すごい。これはもう95周年の大目玉に、そうですね、なりそうですね。はい、当時の思い出とかを、はいはい、あの思い出してもらいながらですね、見ていただけたらなと。そうですよね、はい、なんか50年前青春時代をこれに乗ってきた方とかだったら、もう昔の淡い思い出とかを、ね、思い出していただきながら、はい、できっと今電車好きな若い方は、はい、こうやって復刻で見れるのはすごく嬉しいですよね。うん、そうですね、はい。でも今の若い世代の方もこうずっと新鉄をご利用いただいてたり、はい、昔利用していただいた方に向けてちょっと楽しみな、はい、そうですね、車両になりますね。はい、皆さんにも楽しんでいただけたらなと思ってます。楽しんチャンネル、車両風景見させていただきありがとうございました。ありがとうございました。すごい今日の近い距離で見させていただいたんですけど、私あの文字を切るところがすごいなと思って、ね、職人技みたいな感じで、本当にこんだけ暑いのに、はい、もうねずっと真剣にやられてて、あの動画だけ私欲しいなっていうぐらい作業動画、はい、の鉄道のねファンの方にとってもすごいレアな、そうですよね、絶対好きな映像ですよ。そうじゃない方も多分好きな方はずっと見ていられるような動画の部分になってるんじゃないかなってぐらい、もう曲線いっぱいある文字をきれいに手作業一つ一つで切っていられてて、私あそこが一番好きでした。そうなんです。だからね、このラッピング作業されてたのが完成したお顔がこちらです。どうですか、懐かしい方いらっしゃいますかね。こういう感じ、ここにまだついてないですけど、あの限定のヘッドマークがつくんですよね。あ、そうですね、はい、あの僕はデザイン実は知ってますけど、まだつけていない状況で、まだ教えられない。あ、そうですね、秘密で教えられないですね、はい、ちょっとどんなのがつくのか私も今から楽しみなんです。はい、じゃあもう初披露まで皆さんも楽しみにお待ちください。でですね、その初披露が7月29日にあるんですよね。そうですね、はい、皆さんお忘れなきよう。また詳細などは追って情報がホームページなので出るそうなので、皆さん忘れずにチェックをお願いします。今日はですね、忙しい中の、はい、ご案内ありがとうございました。ありがとうございました。今日はあの3000件の復刻ラッピングを、はい、あの見に来ていただいたんですが、また別の機会にですね、次は車両工場を全体のレポートをですねしていただけたらなと思いますので、いいな、親善大使の中で、はい、車庫の中ツアーしたいみたいな話を裏で、はい、結構してて、はい、もうぜひね親善大使何人か連れて、はい、車庫を案内、またいらしてください。はい、ぜひその時は長谷川さんまたご案内お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、神戸電鉄が今年開業してから95周年を迎えます。3000系の復刻塗装をはじめイベントやキャンペーンなどが目白押しとのことですので、皆さん神戸電鉄のこれからの展開をチェックしていってください。チャンネル登録、コメント、高評価、とっても励みになります。皆さんよろしくお願いします。コメント読んでます。それではですね、今回はありがとうございました。ありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。